本当第一印象が打った時には出玉上がるなっていう感じだったんで、球の上がりやすさはデータでも証明されてますね。こんにちは、しんです。今日はタイトリストの GT シリーズのフェアウェイウッドをシダしていきます。今回もシダは PG ツアースーパーストア名古屋栄店で説明、山下さんにお願いします。お願いします。お願いします。ついに GT のシダ来ましたね。デザインめちゃくちゃかっこいいんで、まずは GT2 の方から行こうかなと思います、はい、GT2 のロフト18度 でシャフトが天性の 1K ブルーですね。 55S でシダしていきます。構えた感じの顔でいくとすごいストレートなフェース面で、うん、ストレートな球筋すごい意識しやすいですね。おお。今第一印象出玉すごい上がる感じしましたね。おロフト12度で5番ウッドで3800キャリー230、あしっかりなんかグリーン止まりそうな弾道でいってる感じします。あめちゃくちゃいい音。やっぱタイトリストのこの打感とか音っていうのはやっぱいいですね。そうですね、いいイメージが出る。なんか前作との違いっていう点では山下さんどんな感じですか？そうですね、今回まあ GT2 も3も一緒なんですけど、はい、重心が前作よりも下がっていて、はい、すごく球が上がりやすくなってます。なるほど。あとはあのフェースも L 型フェースって言って、はいはい、まあ、普通フェースパカッてはめ込むだけなんですけど、はい、このタイプに関しては L 型になっていて、うん、フェースの下に当たってもしっかり球上がりやすくて、はい、ちゃんと距離も出るようになってるっていう構造ですね。やっぱミスにも強くて、やっぱフェアウェイウッドでこう下に当たるとなんか低い球になっちゃうとか結構あるんで、それがなく球上がってくれるって感じですか、はい、めちゃくちゃいいですね。安心感ある。本当第一印象が打った時には出球上がるなっていう感じだったんで、タイトリストってちょっと難しいイメージ持ってる方も多いと思うんですよ。今回の GT のフェアウェイウッドはそういうイメージ全くなく打てるんで、うん、これ軽いフェード目でいった当たりですけど、本当球が高く出るなっていう感じですね。おロフト12度でバックスピン4000だから、めちゃくちゃロフト立ってるストロングロフトのアイアンで打つと多分これぐらいのバックスピンになってる時ってあるんで、うん、7番アイアンでも5番ウッドでこれだけ球上がってくれたら安心感ありますね。でも軽いドロー目、ちょっとダフり気味に入ったんですけど、それでも球上がってくれてる感じします、うん、今ダフったんでやっぱバックスピンが2600でちょっと減ってたんですけど、出球それでもやっぱ13度近くあるんで、球の上がりやすさはデータでも証明されてますね。おこれもちょっと捕まったぐらい軽いドロー目、一貫して同じぐらいのキャリー出てるんで、うん、セカンドですごい使いやすいですね。 GT2 と3だとどっちの方が優しいヘッドっていうイメージ、まあ、これはずっとシリーズそうなんですけど、はい、2の方が優しいです、ね、うん、しかも GT2 の優しい方のヘッドでも引っ掛けるイメージはそんなに出ないっていうか、うん、結構フェアウェイウッドで引っ掛ける悩み持ってる方って結構多くて、そういう方でも優しい方のヘッドでもすごいストレートなフェースで使えるんで、ストレートの球筋で打ってきた引っ掛け癖がある方でも優しく打てるフェアウェイウッドなんで、 GT2 打ってみてください。じゃあクラブ変えて GT3 のフェアウェイウッドでいきます。ロフト18度、シャフトはさっきと同じ天性 1K ブルー 55S です。こうヘッドのサイズ感はさっきの GT2 よりもちょっとやっぱ後ろ側が短くなってる感じですね。さっきよりは少し小ぶりになってる感じです。じゃあ打っていきます。おちょっとトップ目の当たりでしたけど、まっすぐ目、あでも今トップした割にはなんとかキャリーで210ヤードぐらいは行ってくれたんで、トップした中では球上がってくれましたね。これはいい当たりで軽いドローボール、同じ感覚で当たった時にちょっと打ち出し低くなって、さっきよりもバックスピン、さっき GT2 の時がバックスピン3000後半ぐらいだったのが、もう3500なんでちょっと減ってるっていう傾向はあります。ヘッド特性的にはどんな感じですか？そうですね、まあ、さっき あの2と同様、もちろん重心下がっていって前作よりも球上がりやすいんですけれども、はい、同じ GT で比べると2よりもやっぱりさっき言われたように高さ、はいはい、ちょっと低くなって、はい、スピンでもちょっと減るっていう感じですね。なるほど、うん、確かに球の高さ感とかなんか前に行く感じは違うんで、優しい難しいというかフェアウェイトで球が上がりすぎちゃう人とかもいるんで、そういう方にとってはティーショットでちゃんとこう前に飛ばせる感じっていう、強い球が打てるフェアウェイウッドっていうイメージありますね、うん、今はフェード目のあたりで、あでも打感とかはやっぱめちゃくちゃいいです。タイトリストの
この見た目と打感の感じ。フェードでいけば打ち出し12度でバックスピン4000、ある程度スピン入って止められる弾道にもなってます。なんか GT3 のヘッド形状、なんか TSI3 の時と比べたらちょっと拾いやすい感じもあるんですね。あ、そうです。ソールの形、まあ2もそうだったんですけども、はい、前作はちょっとこう丸い感じだったんですけど、はい、あ、この下側がちょっと丸みがある、はい、で今回は台形になっていて、うん、おー、はい、なるほど。ここがソールが一旦下がこうまっすぐになってこう台形の感じってことですね。そうですね、うん、確かに下が丸くなりすぎてると拾うところがなんか一箇所みたいなイメージですけど、うん、台形だとなんかある程度ずれても拾ってくれそうな。これも軽いフェード系ぐらいで、あ、やっぱちょっとスピンが抑えられるのがやっぱメリットですね。 GT3 の方がちょっとスピンが下がる、うん、その分キャリーが226出てっていう感じですね。今回のタイトリストはなんか上級者だけっていう感じじゃなくて、まあ、フェアウェイと球上がりやすくなってるっていうのがあって、まあ、結構いろんなゴルファー使ってほしいなっていうスペック感になってますね。あとは GT3 の方はやっぱ構えた感じの小ぶり感はなんかこう上級者好みそうな感じなので、ちょっと操作したくなる顔してて、ちょっと重心距離とか、はい、その打点も前作同様変えれるので、はい、あ、そういう意味では結構そういうクロートを好みするというか、うん、いや、いいですよね。ちょっと優しさも加わりながら、まあ、タイトリストのこう上級者も好みそうな操作性もありそうなっていうので、トータルのパフォーマンスが高いっていう感じはしてますね。ちょっと相手の低いフェードとか打ちに行っても操作できそうだなっていう感じなんで、うん、いろいろ球筋打っています。ちょっと低めのフェード、あ、いいですね。イメージ通り、うん、結構ラウンドの場で曲げたくないときにちょっと低めのフェードでとりあえずフェアウェイ置いとこうみたいな時あるんですけど、今もうイメージ通りの弾道でしたね。ちょっとスピンを抑えて距離はしっかり出てっていう感じで、お、低めのフェード打とうと思っても打てるっていういいイメージ。これでティーショット狭いときも安心っていう、うん、GT3 の方は本当こう操作したいっていう方でも好んで打っていただける顔ですし、または前作よりも球がこう上がりやすくなってフェース面も拾いやすい形状になってるんで、ちょっと気になっている方はぜひ試打してみてください。今回は GT シリーズのフェアウェイウッドを打ってきました。ちなみに山瀬さんはこの GT シリーズのフェアウェイウッドも打ちました？打ちました。どんな感じでした？それぞれ印象としては。やっぱり両方とも球がこう拾いやすいっていうか、はい、上がりやすいっていう印象はありました。うん、はい、一緒ですね。本当今回は印象としては球が上がりやすいなっていうのが第一印象で、なんかタイトリストって聞いて難しいんじゃないかと思ってる方多いと思うんですけど、これは打つと違いが分かります。優しくなってるし、優しく打てるし、見た目もかっこいい、打感もいいっていう、トータルパフォーマンスの高さはやっぱりプロも証明してるなっていうところなので、ぜひ打ってみてください。今回の動画を参考になった方はいいねやチャンネル登録もお願いします。今後シダ動画撮っていくので、なんかシダの感想とかこんなシダ動画撮ってほしいっていうのがあったらコメント欄でも募集してます。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではさよなら。